どうも、ありがとうございます。もう新人さんなんですよ、ね、あのうち本当に今毎日筋トレをしててみんな入れてやるんだけど全員悲鳴上げてるんですよ。で、クマ君昔は逃げてたんだけど今メンバーが増えてやらざるを得ない環境が作られてて、まあね、一種の全員からのパワハラです。どう考えても筋肉量ちげんだよね。筋肉量がそうですよね。いつも言ってるじゃん、気合だって。そうだよ、筋肉量なんて人間同じ作りだから、ほとんどそれはちょっとの違いもあるけど気持ちだよ。なあ、もう本当もう深夜で不適されたくねえわ。なんだよ、もう関係ねえんだよ筋トレは。どうもキョンちゃんです。ごめんなさい、それやったよさっき。やってないよね。やったよ。あちゃもうあんな大きい声出すと腹筋水球垂直で当てたやつを相手に食べさせられる対決。ちょっと動画動画本当に立てない。頑張れ、やって。あー神経衰弱、まあトランプではないですね。あのセブンイレブンの食材が書いてあります。食材という食べ物ですね。今回はセブン縛りで神経衰弱で当てていって、じゃあおにぎり梅干しの来ました、さあこっちもおにぎり梅干し来ましたって僕が聞いたやつをクマ君に食べさせることができる。そして限界を迎えた方が負けでございます。取った方からもう食べさせていけるという、はい、食べないとダメ、制限時間もあります。適当かお前。動画やる。それでは対決していきたいと思います。やったろやんけ。傾向としてはね、二人とも神経衰弱は苦手です。そうです。最初くんじゃけっぽん。よし、よし、もういきなりラーメン引いたろ。あ、七チキいいじゃん。七チキって何？え、あれだよ、ファミチキみたいなやつ。お、ラーメンだ。うわ、ラーメンと七チキの場所が分かったぞ。ラーメン発見。もうラーメンだけ絶対覚えてればいい。え、ラーメン忘れたもん。バーン、やっぱりね。あ、楽しいこれ。楽しそう。納豆やってる。でも俺分かんないよ、全部。ところは、え、むずこれ近いとか。あー、ちげえな。ちょっと待って、あのね、むずいんだよ。でかすぎて位置を把握してない。移動するたびに見え方が変わるから。メロンパン、いや、全然わかんないよこれ。最初の数回はまじ奇跡でも起きないと。ゆで卵、全部ちげえじゃん。ゆで卵やで。ちょっと、あの、かば焼きさん、ちょっと、おじさん、戻してないんですよ。ずるですか。ずるだ。ずるですか、それ。かば焼きさん、当てらんないよこれ絶対。これクソむずいぞ。はい、なにふわころって。これ美味しいやつ知らないんだよ。はい、サラダチキン。まだ出てなくない？まだ一個も揃ってないんですけど。ハンバーグ、近めに近めにハンバーグ。どれ？いや、一個も揃ってないんだよ。むずっ。むずっ。いや、全然無理。一番こっち入った羊羹出てない。ちょっとやめてくれる？新しいの怖いよな。おっ、あーよーし、ラーメン勝った。はい、ラーメン。それはやってしまった。はい、ラーメン、よっしゃ。それは負けるわ。やっちまったな。うわぁ、うわぁ、緊張してる。一品目ラーメンね。でもいきなり重いよね。じゃあ、降りてきます一応。そうだね。どうせあの、ちょうど高校なんで。もう無理だよ。あのラーメン重てえぞ。あ、ブリトー、ね、ブリトーだから出たことないじゃん。うわっ、いいよ、じゃあブリトーこれだ。きっとブリトーメロンパン。自分で開けてさっきやってる。はい、ラーメンできましたよ。いや、嫌なやつも今日負けそうな気がする。だってラーメン入れたら次いけないじゃん。これバカ重いぜラーメン。筋トレのせいでめっちゃ腹減ってんだ今。ね、はい、吸った。完食！おい、食った。やばい、苦しい。で、汁は入って。じゃあ、俺の段からですね。じゃあ、これ。あ、いや、さっき聞いてて、それさっき聞いてたから。セットはバンプにね、入っちゃいました。じゃあ、手前から全部開けてください。プリン、プリン。初めてなんだっつったの。これ、はい。プリン、お、プリン、イエーイ！すげえ！プリン！すげえ！すげえ！なんか損した気分。やっとこういう奇跡が生まれてきたかって。もう食えねえ俺。プリンいただきます。ごちそうさまです。俺か、うん、じゃあ私もういっちゃいます。これ納豆巻き。それさっき開けてたな。羊羹。あれ羊羹さ、そこの辺まだ開けてないでしょ。羊羹はスーパーあるぞね。あ、肉まんどっかにあったぞ。このね、近いとこにこれ。バナーナ。バナーナ。これじゃね。バルクエン。手前行こう。カモン。
いいよ。え、くんちゃん引いちゃってよ。今ドリアさっき言ったな。お、腹いっぱい。3回目だよ、お前。わかるかな、あの満たされた時にもう何も考えられなくなるやつ。ボリートプリンじゃ足んねえ。ラーメンブリッドやばい。ラーメンブリッドはきついよね。それきつ。おお。いや、この企画えぐいな。そこ、立てるからな。こちら。いや、これ結構枚数をいっぱいかけても、あの、その酸味というかね。どうぞ。はい。よし。これ今やったんじゃないのか。あ、あ、やばい。いえ。あ、しかもハンバーガーあったぞ、どっかに。え、日本どうだっけ。なんで言おうとしてるの。食べてんだろ。なんでだよ。なんでだよ。わざとだと思われる。なんでだよ。じゃあ俺もわざと間違えるわけにはいかねえから攻めるよ。うわー、ちょっと、なんで、なんで俺。嘘。集中してよ。じゃあ俺引くよ。これなんか、な、卵焼きだから出だしめえんだよ。え、もうどれ引いてないんだか分かんないけど、これ行こう。中本。中本。もう、こんな食ってんの久しぶりなんだけど、俺これで。すげえ。お腹いっぱいで覚えられない。見てないもん俺。どこだったかも覚えてないもん一個。おお、完食。これどう？多分これまだ食えない。外れだー。あー、おっ、え、俺いけるでしょ。お願い。おお、あー、中本。何が来た。あー、ちょっと重なってそぼろご飯。おっ、この辺出てないよ、切り干したい。なんで俺は見てないんだよ、今の。どこだか分かんなくなっちゃった、俺。一個も覚えてないぞ。今のそぼろがどこにあるかさ、分かんない。なんで見てないんだよ、俺。飯食えるよ。え、てか待って、一食目こんな辛いの食ったら俺また腹ぶっ壊すぞ、俺。文句しか言ってねえじゃないですか。確かに楽しくやってもっと。お前だぞ。これは確かブリトーだったな。ブリトーも食ったよ、お前。わお。やばい、待ってる間にお腹いっぱいになっちゃうよ。生まれ持った、こんにちは、生まれてすぐに、こんにちは、人によって生まれる時間が違うから、こんにちは。負けるわ。クルー、クルー、名前違うんだってば。ディーパーです。なんでだよ。川君、明らかなルール違反だと思うんですけど、何分食べてますこの人。ねえ、めっちゃ食ってません。トロトロ系だから熱くて。お兄ちゃん立ってるよね。はい。だって制限時間決めるっていう話だったよね。だってこの人が好きだけさ、ゆっくり食えば食うほどさ、俺が一生お腹いっぱいになるし、物全部忘れ出したもん。5分以上経ってるっていうか、もう7、8分ぐらい経ってるからね。これであと1食で負けましたって言われても全然納得できないよ。どこだよ、あと。忘れてるね、この期間。え、なんでそんな焦る気ないの。ずっと焦ってんだ。人の基準と自分の基準が違いますから大丈夫ですよ、ないんだよ。これね、お前の言ってることどういうこと教えてる。こういうことだ。僕走ってます。僕走ってるんです。僕の走りはこれですって言ったらしょうがない。ごちそうさまでした。よろしくした。きょんちゃんだ、きょんちゃんだ。よし、はい、ボラックサンデー。いたな、そっちもいるな。ほんとね、これじゃない。ドリアな、ドリア。いや、これ覚えてこない。ドリア、あ、カリカンだ。ここにしよう。よいしょ、ナスチキン。迷った挙句、いつもと同じやつ引いてるから、さっきから愛情がです。どうしようかな。ど真ん中にやるのに。あ、プロご飯。そぼろご飯です。
絶対無理じゃん。いいよいいよ。オッケー。変な音だったぞ。すげえ、びっくり。早っ。勝手にしたいぞ。ブルーターン。ブルーターン。チキン。おお。俺からの攻撃もちょっといいか、開けとか。レディー。ゴー。チェスでもいいよ。はい。ゆでたろう。バナナ。これが満腹効果か。いや、そう、満腹効果がね、頭が飛ぶんだよ。え、ドリアドリアバカ野郎、頼むドリアスープハッサムこれね、ほらあー、ゆで卵、ゆで卵あります。はい、よいしょ、それだけ俺の攻撃か。ブラックサンデーナスチキン、よし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 、ゆでたマンド、すげえ食い方してるよ今日。おお、まだヨーロッパいるし。あ、お休みじゃないんだよ。頑張って。俺のターンね。あれ待って、さっきキョウちゃんが開けた7チキどれだっけ？え？やべ、マカロンでした。マットマキ。マットマキ。いや、マットマキさっきあったな。お。お。マットマキ。どれも覚えてない。俺がこれでこの後勝ったら強いだろ。強い強い、これだろ。それは、はい、ちっちゃいな。ブラックサンダーいます。いただきます。あ、美味しいな。よし、一人で私行くよ。俺の勇姿をバイバンクーヘン。この辺がいいな。バンクーヘン、サンダー出てんだから頑張って思うなよ、お前。納豆ギャリアス。よし。よし。え、食べれるはずなくね。いや、いいな。ちょっと行こう。熊バーグ。ハンバーグやばいね。全部いっちゃいそうはやってんな。一旦ここで。頑張って。キョウちゃんの後半戦。いやーい。僕らで渡しましょうか。しないで。カロトリー一戦。バザー！やべえ、熱いやつだ。しゃあ、分かったの。お腹いっぱいだからってグータラしてるって脳みそ回んないのか思ったら、わざとでもシャキーンとした感じでやればこいつで負けないはずない。なるほど。じゃあ鎌倉のターン。はい。サーモン、これ初めて見た。明日ラバー、はい。お。
もしたいぞ。はい。脳みそを回した時の俺は負けない。あれじゃ二連チャン攻撃じゃん俺。嬉しそう。いや嬉しいでしょ。ちょっとね、スープハルサメが買ってきたはずなんですけど、なんでかわかんないけどなくなってたんで、駄菓子のペペロンチーノをいただきます。あ、やばい、勝てる気象になってきた。気をしない。こんばんはいつだよ。お、お疲れ様でした。やばい、攻撃出せる気がします。金がもらえと。お、え、お腹いっぱいで脳みそを消していく。全然まだ効果ね。はい、切り干し大根いただきます。はい。何それ、ぶち切れてる人がやるときだ。聞いてもらおうか。おお。よっ、え、え、奇跡のね。奇跡の卵焼き。すげえ。それは防ぎようがねえわ。カニカマ卵焼き、カニカマ限界食いチャレンジ。あー、なんかいい戦いになってきましたね。いいね、卵焼き三段バルチャレンジ。ちょっとボリュームすっごい困った。おお、男らしいな。無理はしないでくださいね。とっくにしてますけど。10ターン押せ。多分ね、俺こんなの抜けばこっち勝てる自信ある。おおおクッタシー神経衰弱も勝ったよ。